白の頭にメトロノームの音が鳴りませんので、かなり不安定になります。この練習方法がリズムを鍛えるには基本となります。メトロノームのタイミングをうまく裏返せるようにしましょう。やり方を紹介します。リズムを裏返すには、ワン、ツー、スリー、フォー、ワー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、このように行います。実際にメトロノームを鳴らしてやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、このようにリズムが裏返ります。